今日来たぜ、タケ TV 100だ。今日紹介するのは、ふいー、ギズモンのフィッシュアイコンバージョンレンズだ。開けてみようと思います。ういういへい、なかなかかっこいいですね。ちょっとこのレンズがちょっと大きいんですね。そしてフィッシュアイです。魚眼ですね、いわゆる。ギズモンは他にもいっぱい種類あるんですけど、エフェクトがかかったようなやつとか、なんかこうキラキラっとしたやつとか、まあこれもまあ今更動画なんですけど、これちょっとすごいバネ買って、では iPad につけてみようと思います。どれぐらいの画角が広くなるんでしょうか。はい、こちら今 iPad の動画ですね。写真モードだとちょっと画角は広いんですね。これが動画モードになると急に狭くなります。まあ、これでちょっと撮りづらかったんですね。ではつけてみようと思います。こう合わせるのが結構むずいんですね。合いましたかね。おー、だいぶ広くなったんじゃないですかね。ちょうどこの横に衣装が映ってますよね。これが外すとほらこんなに違うんですね。ちょっとズラがずれてますね。つける、すごい。ちなみにこれがこっち写真モードです。写真モードだとこの魚眼のこの丸いのが出ちゃいますよね。まあこれはこれでちょっと面白い絵になるんですけどね。まあ動画の場合はこれが出ません。撮るとほらすごい。インカメラではどうなるでしょうか。よっと、すごいですね。今これつけた状態です。横側が映ってます。一体これ角度180まではいかないですけど、まあ、160度ぐらいまではいってるんじゃないですかね、この魚眼レンズ。これを外すとほらカメラですよ。ほらほらほら、通るとすごいっすね、この画角の差。はい、では iPhone5S でやってみようと思います。まあ、これちょっとあのカバーをつけてるんで、ここの部分にちょっとレンズとだいぶ段差がありますよね。カバーをつけたままだとどういう風になるかやってみようと思います。はい、今ビデオですね。これほんま硬い。ケースの厚みがあるのでこのちょっと丸い魚眼のこのラインが出てきますね。これを通るとほらこんな感じですね。インカメラをいってみましょう。インカメラでしたら、今このつけた状態でこの iPhone のインカメラがだいぶ上の方にあるんですね。それでどうしてもこのケラレっていうんですかね、この丸いのが出ますね。これを撮った状態だとこんなに近いですね。けどギャラクシーとかでしたらもうカメラの位置が結構上なんで、もうこれ自体も挟むことができない位置にありますね。かっこいいですね。この赤いロゴがいいですね。ここはちょっとゴム状になってます、滑らないように。このレンズの横にギズモンのロゴが入ってますね。ジャパンって書いてます。これ日本製ですね。フィッシュアイ有限会社アドブラス、日本製でしたね。外国のやつかなと思ってました。熊本県ですね。ギズモンのフィッシュアイコンバージョンレンズでした。じゃあね、バーイ。タケ TV 登録してね。タケ TV100 TV だ。